壁紙の貼られた部屋壁紙壁紙とは建築物において壁や天井の内装仕上げ材として用いられる布紙やビニールでできたシート主に下地の保護や装飾などを目的とし内壁下地材の表面に接着剤を用いて貼り付ける近年ではシックハウス対策としてホルムアルデヒドを飛散しにくい接着剤への転換が進んでいる一般には 壁紙と呼ばれるが、天井に貼ることも多いため、建築業界では、クロスと呼ぶこともある。ホームセンターでも、多種多様な壁紙が販売されており、DIY で壁紙の貼り替えに挑戦するものも多いが、下地処理が不十分だと壁紙の剥がれや浮きを生じることが多い。壁紙が発祥した国は、中国である。秋夜には、家屋の内部の壁面に紙を貼る習慣があったとされる。 その頃、中国を訪れた宣教師によってヨーロッパに伝わった。ビクトリア朝の頃、ウィリアム・モリスのアーツクラフツ運動の中で、唐草文様などが印刷された壁紙が考案され、世界中に広まった。壁紙は印刷で大量生産されることから、安価な室内装飾であることだけでなく、保温性などに優れていることが普及の理由である。近年は、 デジタル印刷によるオーダーメイド生産も可能となっている。日本では試工業者によって壁紙を貼るのが一般的であったが、昨今の DIY で一般の人が貼る機会も増えている。それに伴い、インテリア雑誌、ブログ、インターネット通販のサイトなどで壁紙の貼り方が紹介されている。インテリアビジネスニュースインテリア文化。 研究所デジタルプリントの現状と予想を発表。タルサンビスのリスク管理の現状と今後のあり方。製品評価技術基盤機構現在の金等格子は、日本画家の後藤仁志を中心に復元制作された。静電筋、等格子の制作について2011年1月、金等格子保存会。後藤仁志公式ブログ、後藤仁志の制作、旅日誌。ありがとうございます。